好きさ、人間関係のウェイウェイラブペディア。皆さんこんばんは。大分の高千穂館です。2020年1月22日じゃじゃん、モーニング娘。68枚目のシングルですね。心&体、人間関係のウェイウェイ、そしてラブペディアとですね、トリプル A 面シングルが発売されました。今これ収録してるのが、2020年の1月24日ですね。実は先月の ZDA 福岡会場で予約したんですが、2日ぐらいでなんとか届きました。ね、待ちに待ってましたよ。ということでですね、まあ簡単に今回のこのですね曲、まあ事前に YouTube でですね、公式にミュージックビデオが3曲とも出ておりましたので、まあその感想をちらっと踏まえて皆様にご紹介したいと思います。1曲目では、心&体でございます。これ先月行われたですね、秋ツアーの、まあ、ツアータイトルにもなりましたし、1曲目でございますね。非常にクールで、まあ、作詞作曲ともつんくさんなんですけども、本当ストレートに好きさという曲でなってますし、本当にかっこいいですね。1曲目からかっこよかったですし、そしてこのミュージックビデオがですね、本当に今コンピュータグラフィックをかなり使って、なんかこう心電図をイメージしてるらしいんですけども、こうメンバーがクールでちょっとこうセクシーというかですね、これはもうぜひ感想のところとかですね見ていただきたいと思いますし、本当にかっこいい曲でございます。続きまして、人間関係 No Way Way ですね。これこの後紹介しますラブペディアともそうなんですけども、実はまあ同じメロディーでちょっとアレンジと歌詞が違うだけなんですね。非常にモーニング娘。初の試みということで、まあですね、まあ非常に面白いですし、まあ正直結構メンバーも間違えたらしいんですね。まあこう人間関係ノーウェイウェイというのは、こう人間関係の悩みですね。本当にまあこうシリアスなクールな曲になっております。で、12期と13期のメンバーがこうメインボーカルになって、こう、そしてダンスも披露しているということでございます。特に感想のダンスですね。オクラホマミキサーとか出てきますけども、そこら辺のまたラインダンスとか、との入れ替わるダンスも非常に見どころだと思います。でですね、またカイディがですね、ここがほんとセクシーというか、まあ、ボーイッシュな彼女ですけども、実はこう、ハイトーンの声も似合ってるんですね。伝わらないのところですね。ほんと高い声でハイトーンが入るんですね。加賀温泉の加賀温泉バルニモの CM も面白いですしね、カイディ来てますね。そしてですね、まあ私の推しメンであるチェルですね、野中美希ちゃんですけども、メンヘラになってます。こう、ウェーって書いてますね。本人も笑っておりました。ですね。で、これ横浜でですね、撮影されたということで、第三橋だったんですけども、本当なんか、嵐の中、雨とか風が強い中も一気に撮ったそうで、逆にそれがまあかっこよくて、カイリーとかクールに決まってる一曲になっております。3曲目が、ラブペディアという曲でございます。まあこちらはですね、まあ、私実は一番好きな曲はこのラブペディアでございます。で、先ほどのですね、心&体とかですね、人間関係の上はまあどちらかといえばクールでですね、大人っぽくて、で、こう、ファッションとかもこう黒とかこう濃い色だったんですけども、ラブペディアはこのピンクっぽいというか、曲もですね、ミュージックビデオとかファッションも、どこかがK-POP みたいな印象を受けます。特に小田さくらちゃんとか本当セクシーですし、なんか K-POP に言いそうな感じの、女の子になっておりますが、メインは15期です。このね、期待の15期、ほんと面白いですしね、楽しみなんですよ。で、15期が、まあ、先輩の各お部屋に回って、いろんな愛、先輩の愛を感じるというミュージックビデオです。このね、まあ、ミュージックビデオを最初見たのが、まあ、夜中の3時ということもあったんですけども、もうちょっと感極まりまして、ほんと泣きそうになりました。まあ、その後見た25歳演説よりかの方がもっとまあ感動したんですけども、このメンバー一人一人のこう個性が出てて、まあ15期がメインでありながらも、それぞれに見せ場があるというところがですね、ほんと素晴らしいですね。で、いろいろ撮影もですね、ドローンとか使ってですね、かなり手の込んだことをやってますし、このメンバーカラーが本当に溢れている面白いミュージックビデオと、ダンスも可愛らしいですね。そして15期がね、やっぱね、ダンスもすごいし、歌もうまい、メイちゃんのね、歌とか、ホーマレちゃんの可愛らしさとか、でリオちゃんがこうリードしててこうウィングスシーンとか本当可愛いんですよ。で、その最後はまあミュージックビデオ見てください。もう私が一番感動したのが、そのまあ15期は 2B コンティニューということで、これからあるよってね、
楽しみ期待も込めてますし、こうなんていうかね、さらにはもう20年過ぎてますけども、もうさらにこう未来を見据えたというか、本当楽しみなこの終わり方というのが本当素晴らしいと思いますし、こう15期の演技も可愛らしくて必見でございます。で3曲、ご紹介いたしました。私はですね、この ZDA の福岡でこういう予約して買ったんですけども、ちょっと最新のデータわからないんですが、昨日かなんかの時点かなんかで、確かデイリーで2位みたいですね。10万枚、1がやっぱりジャニーズで77万はすごすぎるんですけども、10万いってて非常に注目を浴びてますね。この20、15期が入って最初のですねシングルでございますしですね、2020年も年明けの一発目でございますからですね、非常に楽しみでございます。で、今これ通常版 A 心&体バージョンなんですけども、これ特典でですね、こうメンバーのスナップ写真が入っていることで、今私も開けます。さあ誰が出るかな。あ、落としちゃった。ごめんなさい。じゃん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 、誰だ、上と下がどうなってるかと見えない。じゃじゃん、あー、マリアちゃんだ。すごい、牧野マリアちゃんが出ました。今1番はジェル推しですけど、もともと私も牧野マリアちゃんがからまた復活したわけですよ。去年2019年ですね、ワンナインの時に私6月から12月まで半年間、いましたけども、マリアちゃんを見たのが、4回ですね。ライブで1回と、で握手会がですね延べ3回行きました。で握手を延べ4回してます。ですね、最初なんで人生ブルースの時の福岡で1回で、翌日の大分で私2回してます。で、この間のですね、この曲の出た ZDA のですね、福岡のやつで握手でもう1回してて、4回してて、非常にも馴染みがあるメンバーですね。ちなみに牧野マリアちゃんは野球愛ということでね、握手会この間これ着ていって、ね、ちゃんとチェックしてもらいましたけども、この後また収録するんですけども、野球に関してはですね、あと高校野球のね、話題も久々に私喋ろうと思いますんで、いや、牧野マリアちゃんか、これはいいですよ。ということでですね、新曲、心&体、人間関係、ノーウェイウェイ、ラブペディアと、非常にですね、三者三様で、素晴らしい曲になってますし、このメンバーがやっぱかっこよくなっておりますので、ぜひ皆様にお勧めいたします。そしてですね、今後の予定ではございますが、2月今にかけて今、ハロコンやってます。2月15、16は福岡公演なんですが、あいにくちょっと私は行けないんです。ただ、春ツアーが決まっております、モームスの。MOMM という確かタイトルだったと思いますけども、そちらに私、4月26日、福岡公演昼、行ってまいります。大分宇佐公園で一緒に行った、モータの先輩と共に行ってまいります。で、このですね、新曲揃えて、どんなステージになるか本当楽しみでございます。また、あと余談ですけども、ハロプロで言えば私、この翌月のですね、5月末の、福岡公演にも実は参加が決定いたしました。昨日ですね、チケット当選して、こちらもまた、その、モータの先輩と一緒に行ってまいります。完全に沼です。推しのために今日も働く。でございますからね。皆様とですね、本当に去年から久々20年ぶりぐらいにですね、モームスのファンに戻りましたんで、またこれからもですね、モームスとか、ハロプロの皆さんから元気もらいたいなと思っておりますので、皆様、どうかよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ですね。もしよろしければ、チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。それではまた皆さん。